こんにちは。私たちはアルクトゥルス協議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちは皆さんのリクエストに耳を傾けており、どのリクエストに最初に答えるかを決めることに、かなりの時間を費やしています。言い換えれば、私たちの観察と人類について私たちが知っていることに基づいて、皆さんが何に準備ができていて、何に準備ができていないかを判断する必要があります。しかし、最近、皆さんから寄せられているリクエストは、平和な世界で暮らすこと、人々が繁栄し、調和していき、繁栄できる世界で暮らすことに関するものがほとんどです。そして、私たちは、これらのリクエストのすべてを、人類集団として皆さんがどれだけうまくやっているかの反映だと見ています。莫大な富、権力、権威の地位を求める声はそれほど多くありません。なぜなら、目覚めて私たちに話しかけてくるあなた方は、それがうつろな道であることを知っているからです。それらは実体のない道です。あなた方は皆、そこでやっていることが三次元の意味で、完璧な人生を送ることよりはるかに偉大であることを知るようになりました。あなた方は成長し、拡大し、進化し、他の人たちが同じことをするのを助けるためにそこにいるのです。あなた方は最終的に上昇するためにそこにいるのです。そして私たちはそれを助けるためにここにいるのです。私たちは現在地球のグリッドラインに働きかけて支援しています。地球の物理的な環境にはまだ取り入れるべきことがたくさんあり、癒され解放され許される必要があることなどもたくさんあります。皆さんの中にはこうした必要性を十分理解している方々がいて、私たちに、そして私たちが提供できる支援に心を開いてくれています。私たちはそのことにとても感謝しています。皆さんが私たちの監視下にいることを知ってほしいです。私たちの地上要員になることを志願した皆さんは、行動を起こすよう求められています。ガイドがクラウンを開いて身体に必要なアップグレードを与え、素晴らしい同感となり、地球上のすべての人が平和と繁栄の中で暮らし、参加したい追求で自由に繁栄するために必要なエネルギーを定着させることで、全人類を助けられるようにしている様子がわかります。これは人類にとって極めて重要な時期であり、覚醒した集団が生まれながらのグリッドワーカーになるために前進しているのがわかります。また、そうすることで、お互いにつながり、自分自身のためにさらに定着し、地球での物理的な生活で、これまでに経験したことのないところまで、到達することもわかります。報酬はすぐに得られ、たくさんあります。このグリッドワークは、仕事である必要はありません。これは楽しく、喜びに満ち、遊び心のあるものであり、皆さんは、心を大きく開き、頭を高く上げて、新しい地球を共同で創造するという思いで先導しています。新しい地球は、誰もが自由、喜び、興奮に満ちた人生を送れる空間を作り出すものです。これは皆さんに約束された新しい時代であり、皆さんがそれを実現する時であり、方法です。私たちはアルクトゥルス協議会であり、皆さんとのつながりを楽しんできました。